被告人と商人なのにめちゃくちゃ動き回る。そして、緑川の肩パッドがすごい。もう肩が直角。ということで、全国のアンチヒーローファンの皆さん、こんばんは、ゴミックです。アンチヒーロー、最終回、最高でしたね。立原の言葉を借りるなら、ブラーボー <laughs> ですよ。無駄なシーンが一切ありませんでした。最初から最後まで、すべて見どころです。立原は捕まり。 清水の裁判は無事再審が決まり、清水は釈放。赤峰は現実を知り、闇落ちしました。闇落ちっていう言い方は良くないですね。世の中の不条理を知ったからこそ、アンチヒーローが必要だ、と心の底から思ったんです。共に地獄に落ちましょう。って言ってたのに、秋純は無罪になっちゃいます。いやー、本当に裁判の真意は手に汗握りました。私、 ちゃんと真面目に見てたんですけど、ちょっと笑っちゃったことがあります。それは裁判中、伊達原と秋澄がめちゃくちゃ動くんですよね。秋澄、お前被告人なのにめちゃくちゃ動くなって思うし、伊達原も後の裁判でめちゃくちゃ自分勝手に喋るし、自分勝手に動き回ります。この警備員なのか刑務官なのかわかんないですけど、止めた方がいいのかなって思ってます。そして、清水と鞘の再会のシーンは泣きましたね。 小さい頃の鞘の願いが叶ったのでした。ここも泣けますね。小さい鞘が悪い人じゃないもんって言っているんだけど、お父さんは横領している悪い人ではあるんですけど。ただ、人殺しではありませんでした。長谷川博己さんはじめ、全てのキャスト素晴らしかったです。ただ、私が思う一番良かったキャストは、小形直人さんですね。取り調べを受けている時の絶望の演技とか、生きる希望が見えてきた時の目に光が宿った感じとか、 娘のさやとの再会とかすべてが良かったです。本当にあっぱれ。メンバーシップ会員募集中。ここからは一応考察の答え合わせをしていきたいと思います。私の考察はほぼほぼ当たりと言っていいのではないでしょうか。ほとんど予定調和みたいなもんでしたからね。白木は裏切ったように見えて実は裏切ってませんでした。伊達原に検査結果を盗ませるために裏切ったふりをして情報を流させたのでした。 そして、情報に踊らされて、まんまと証拠を隠滅する伊達原。その様子は録画されていて、仕掛けたのは緑川でした。緑川は秋純と同じく、桃瀬の同期でした。これも当たってましたね。そして、瀬古屋倉田も裏切り、伊達原は乾杯したのでした。伊達原のこの部屋いいですね。めっちゃお金かかってます。逮捕された伊達原ですが、仕事は辞めざるを得ないでしょう。 ただ、罪自体は重いんですかね。下手したら執行猶予とかつくのかもしれません。詳しいことはわかんないですけど。12年前に間違いを認めていれば、こんなひどいことにはならなかったんですけどね。伊達原は間違ってしまったことで、世間から叩かれることをひどく恐れていました。そして裁判中に、秋純は、裁くことは快感ですからね、と言っていました。 この裁くことは快感という言葉にはネットによるバッシングも含まれているのではないかなと私は感じました。世間からの過剰なバッシングも気をつけなければならないと私は思いました。さて、最新が決まった伊藤一家殺人事件。真犯人はわかりません。アンチヒーローは清水を無罪にするためのドラマです。真犯人と続編に関する飯田プロデューサーの記事があるので紹介します。 清水が無罪だとすれば、気になるのは伊藤一家殺人事件の真犯人だろう。劇中では全く言及されずに終わっており、続編が制作されれば明らかになる可能性もあるが、イードプロデューサーはその辺はご想像にお任せします、と返答した。一応我々の中では真犯人の設定はあります。正直それを出すのか出さないのかは議論になりました。 真犯人を出す必要のあるドラマであるかというと、そこが論点ではなく、中心部分ではないという判断から、あえて出していません。作品の世界では、今ものうと生きているのだろうと想像もできます。残念ながら、アンチヒーローの続編は、現状では全く予定はないという、しかし、飯田プロデューサーは、皆さんがいい関係性が出来上がったという印象を持っていますし、いいカンパニーになりました。 作品の最後の方では続編の展開を勝手に作る妄想遊びもしていましたと強調。やりたいという思いはキャストの皆さんもあるのではと期待を寄せた。というインタビュー記事がありました。確かにドラマとしたらわかります。このドラマは清水を無罪にするためのドラマです。伊達原が証拠を隠滅して清水を犯人としたというこのケースだと真犯人が出てきちゃうと主軸がぶれちゃいますよね。 今回のキャスト、今回のストーリー展開では、真犯人を言及しないというのが正解だとは思います。アンチヒーロー、このキャストで続編が作られるとすると、糸井一家殺人事件は関係ない話になると思います。真犯人を探す仕事は、警察、そして裁判に起訴するなら検察の仕事です。糸井一家殺人事件にスポットを当てるのであれば、警察のスピンオフを作るのが一番いいかもしれません。 さて、ここまでアンチヒーローの感想をお話ししましたが、これから、忖度なしのアンチヒーローの感想をお話ししていきたいと思います。ただ、忖度なしの感想動画は、メンバーシップの方で公開いたします。そっちの方では、少しだけ糸井一家殺人事件の真犯人に関する考察もしていきたいと思います。概要欄やコメント欄からメンバーシップに登録できますので、良ければ登録よろしくお願いします。 アンチヒーローの制作人やキャストの皆さん、本当に素晴らしいドラマをありがとうございました。そして、アンチヒーローを最後まで一緒に楽しんでくれた視聴者のあなた、ありがとうございます。第1話では佐藤亮を真犯人だと疑ったり、いい思い出ですね。春ドラマ続々と終わっていますが、夏ドラマでも感想や考察動画上げていきますので、よろしくお願いします。ということで、2024夏ドラマも楽しみですね。 ここまで見てくださった方は高評価よろしくお願いします。夏ドラマでも考察動画や感想動画あげますので気になる方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。公式 LINE やってます。着替え LINE 送ってください。仲良くしましょう。PayPay ペイペイや天気符で投げ締めてきますのでよろしくお願いします。100円でもバカみたいに動きます。そしてメンバーシップ始めました。サイエスの90円です。メンバーにはコメント優先的に返信しますし、限定動画用意してありますのでよろしくお願いします。 この動画は、ゴミックがお送りいたしました。最後まで見てくれるあなたが大好きです。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。